富士通リース株式会社は東京都千代田区神田ネリベ町に本社を置く日本のリース会社。ファイナンスで富士通製品の販売拡大を目的とし1978年に設立された。2008年より東京センチュリーの連結主会社である。1978年、金融面から富士通製品の販売推進をサポートする目的で設立した。 情報機器リース株式会社が全新企業。東京リース株式会社の持分法適用関連会社であったが2008年に連結子会社化。その後、東京リースがセンチュリーリーシングシステムと合併し、東京センチュリーリースの連結子会社となった。ABCDEF 富士ーリース株式会社第44期決算広告東京センチュリーリース。 国内関係会社のページ、東京センチュリーリース平成21年3月期決算単身、AB、富士通リース株式会社との関係について、富士通株式会社、2019年12月8日時点のオリジナルより、アーカイブ、2019年12月10日閲覧、AB、独自、行政文書が大量流出納税記録などの、HDD 転売、 朝日新聞、2019年12月7日閲覧、廃棄業者社員を逮捕神奈川県の情報流出、別の HDD 盗んだ疑い警視庁。産経新聞、2019年12月7日閲覧、業務委託先からのハードディスク流出について、富士通リンス株式会社、2019年12月6日時点のオリジナルより、アーカイブ、 2019年12月7日閲覧、ありがとうございます。